血の椎葉義弘を放送いたしますと。椎葉選手も最近ちょっといい感じになってきましたよね。はい、さあ茅野選手登場です。さあ茅野選手の状態はどうなのか。ちょっと浅田を追うより鈴木徹に追われる方がちょっと厳しくなってきた感じの茅野真澄。椎葉選手もね、最近ちょっといい感じですよね。まあ、彼もね、さあ茅野真澄に対してどのようなダーツをやるのか注目ですね。いいですね、シーバー選手ね、綺麗に投げますね。さあトンエイチスタートから140。いや、いい感じで投げてますね。いい感じで投げてます。はい。心配ご無用です。まあこのシーバー選手も出てきそうですね。フォームはすごく綺麗ですね。腕の振りもほぼ一定ですし。いやー、ここでロースコアはいただけない。さあ60アレンジからのトップダブル決まる。やりますね。いや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 、なんかホットプレイヤーとして出てきそうですね、シーバ選手。さあ先行のゲームをキープした後の茅野選手のクリケット。さあトンエイチスタート、ナイスグループ。6本で返す。いや、普通にうまくないですか、シーバー選手。うまいですよ、普通にうまいですよ。あ、今こういう感じの選手ゴロゴロしてますよ、パーフェクト。はい、あとはもう経験さえあればいけるみたいなね。うわあ、ここでベットだ。うまいですよ。
最近ねノースポンサーの選手でベスト8ベスト4の選手もいますからね。でフォーム的にはこのシーバー選手はいいフォームしてますよね。入りそうなフォームしますよね。さあ先手をまだ取れてはいませんが、知野選手に手を焼かしてますよね。さあもう一本60、ここを60いったってことは、あ、知野選手もプレッシャーかかってますよね。知野選手は大体あそこカットチョイスするんですけどね、あえて点取ったっていうのはもう少しちょっと貯金が欲しいと。あーっとこの2本のミスだ、うん、3本目でなんとかカバーですね。うん、シーバー選手いいですね、まあ、喧嘩も強そうですよね。全然関係ないですけど、はい、あ、ガチ似てるね。いやー、ここでカットからいく強気な攻め。おっと、ここでオーバーまで持ってきた。さあオーバーカットいけるのか。ここでねやっぱり知野選手オーバーカットいくところなんですけど、ここで加点っていうことはですね、まだ知野選手も、うん、ちょっと自信がない部分あるんでしょうね。しかしね、ここでもやっぱり警戒してますよね、知野選手。知野選手がね、こういう打ち方するっていうのはやっぱ警戒してる証拠ですよね。いやでもこの修正効くずれ方ですもんね。あ、ここ2マークやっちゃった。今知野選手のね、長いロングなね攻めに、そして20で知野選手のロングな攻めにミスをあぶり出させられてしまってますね。おっと、ここでカット。まあ皆さんもね、ああいう狙いにくい位置にね1投目がつけるとね、カットというチョイスもありなので、自信持って投げれるところで、クリケットっていうのは投げていった方がいいですね。さあオープンからオーバーまで行くか。オーバーまで打ってくる。さあ知野選手はこれカットと決めてからのオーバーからのカット、そして戻る。これでビッグラウンド。インナーをきっちり決めたい。あ、カットからいくんだね。16ですね。
社員な。少しねこうミスがありますが、なんかこういいですね、シーバス。さあ11からの今度はシーバ選手先行のクリケットへとゲームは移ります。すごいですね、このユニフォームの背中がですね。あれはスポンサーじゃない、スポンサーではないですね、あれデザインなんですね。あれここで80点取ってきた。うん、7本で返す血のマシン。カット、オーバーカット、まあ、こういう選手がやっぱ増えてきたらやっぱりこう上位陣も途中で負けますよねやっぱ仕方ないですもん、これうまいですもん。さあたまには負けますよこれね、調子が悪い、崩れたとか壊れたとか言ってる場合じゃないですよねこれね。さあしかしオーバーカットから戻る、ビッ。さあ17をオープンできるのか。オープンからのさあトリプル絡めーの、ここでセブン詰め寄るシーバ。うん、トリプル絡まず。さあトリプル1投目から来た。これはちょっと意図がわからない。あそこはやっぱトリプル狙わないとダメですけどね。今のはちょっと大きなミスですね。ここをつけ込む血のマスミ、しかも2本、ビッグラン。さあシーバ選手のミスに傷口に塩を塗り込む血のマスミ。お呼び出しいたします、ザ・バー。それでも粘るシーバ。小池誠プロ1番コードで試合です審判滝沢正幸プロ。いやー、さすが血のマスミですね。グッバイシーバ、まだまだ分かんないですよこれは。まだまだ分かりまへんがな。そうですね、戦略ですよね。やっぱりあそこでダブルカットに行って、ミスをするとかいうのはいただけないですよね。さあそして血のマスミの0-1。しかしこのゲーム分かんないですよ、全然分かんないですよ。ここ60スタートは分かりまへんよ。池よっくん、
よっくんっていうのはこのよっくんってシーバ選手の応援ですよね、これね、多分ね。お付き合いしたね。お付き合いしました。さあ、ここから攻めてくる。さあ、ここで大きく削ってきた千の間。いいとこつけてますけどね。はい、いいとこつけてますし、岩選手。さあ、まだ分かんないですね、これは。はい、ここは大きく削りたい。お呼び出しいたします。阿部達之プロ、高橋亮プロ、両中盤コードで使用。125点削ってきましたが、まだ分かんないですね。ダブル決めてなんぼのダーツの勝負。ナイスグループですけどね。さあ、得意のサブロックアレンジ決まらず、ここで決めてきました。千の間澄難敵シーバヨックンを下し、3回戦進出です。さあ、 1-3 の内容でしたけどね、シーバ選手もなかなかいいダーツしてましたね。はい、ナイスゲームでした。はい、ナイスゲームです。